グランドアイランドはアメリカ海軍の懲海フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名はネブラスカ州の都市、グランドアイランドにちなむ。グランドアイランドは PG-112 として1943年11月27日にカリフォルニア州リッチモンドのカイザーカー5社で寄港する。1944年2月19日に PF-14 として、 ウィリアム・シャクルトン夫人によって浸水し、1944年5月27日に、艦長 HL モーガン少佐の指揮下収益した。南カリフォルニア沖での成長巡航を終えた後、グランドアイランドは1944年9月12日に第12海軍艦区に配属された。サンフランシスコ沖での気象観測艦及び航空警戒任務につき、 西海岸での訓練演習に参加した。また時折対戦護衛任務にも従事した。グランドアイランドは1946年3月26日にサンフランシスコを出港し、パナマ運河地帯を経由して4月13日にサウスカロライナ州チャールストンに到着。処分のため第6海軍管区に引き渡された。グランドアイランドは1946年5月21日に 退役し、6月19日に除籍された。合衆国の防衛任務には、不必要であると宣言された。グランドアイランドは、ステートデパートメントフォーリンリキュデーション社に引き渡され、最終的に1947年6月16日、キューバに移管された。キューバ海軍では、マクシモ・ゴメスの官名で活動した。ありがとうございます。